ナンバーアンダーライン I の魅力が世界中に広がり。待ちきれない新曲ドラマ CM。翔くんのポスターが街中に。その美しさに心奪われる。ナンバーアンダーライン I のメンバーたちは、ますます活躍の場を広げています。その活動は、彼らのファンだけでなく、コミュニティ全体にも大きな影響を与えています。地上波やイベントでの出演は、 彼らの多様性と才能を世界中に示しています。翔君の存在感は本当にすごいものでしたね。自販機の隣に彼のポスターが貼ってあった時、誰もが驚きました。その美しさには圧倒されましたし、ポスターを見つめられると自然と欲しくなってしまいます。そんなポスターを見るたびに、彼の活動がますます盛んになっていることを感じます。 彼の音楽番組出演は話題を呼びましたね。新曲のリリースも待ち遠しいですし、ドラマの出演も楽しみにしています。彼ら3人はビジュアルも演技も素晴らしいので、彼らの魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいです。彼らの CM も早く見たいですね。待ちきれません。彼らの冬の曲は、彼らのハーモニーが心に響くバラードもいいですね。 今、ナンバーアンダーライン愛は本当に色々な場所で注目されています。歌番組や CM などにたくさん出演してもらえると嬉しいです。ファンとしては彼らに色々と要求してしまいますが、彼らが自分たちがやりたいことを無理なくやってほしいと思っています。滝沢社長はアーティストを第一に考えてくれるので安心していますが、 彼らが心身ともに充実した日々を送ってほしいですね。彼らの最新の楽曲は、彼らのハーモニーが見事に融合したバラードで、寒い冬の日に心を温めてくれます。新しい挑戦に取り組む彼らの姿勢は、多くの人々に勇気とインスピレーションを与えています。彼らの楽しみや情報は本当に多くて、毎日が忙しいですが、とても楽しいです。 彼らがエムステに出演できることも嬉しいですし、翔くんが BYC の CM で素晴らしい姿を見せてくれたことも嬉しかったです。紅白にも出演してほしいですが、もしそうでない場合、またアンチが騒ぎ立てるでしょうね。彼らがドラマや CM で見られることも最高です。忙しすぎないスケジュールで、彼らの活躍を期待しています。また、 彼らの活動は単なるエンターテイメントにとどまらず、商業面でも注目されています。彼らの CM 出演やイベント参加は、ファンだけでなく地域経済にもプラスの影響を与えています。彼らの成功は、若い世代に新たな夢と可能性を示しています。仕事がたくさんあるのは嬉しいですが、あまり忙しすぎると心配です。 彼らが休むことを忘れないようにしてほしいです。彼らが元気でいてくれるだけで、私たちは幸せです。彼らの活躍を毎回楽しみにしています。トベファミリーの情報を教えてもらえて本当に嬉しいです。また伺います。彼らは自分たちの演出企画に参加することで、ナンバーアンダーライン愛の世界観を最大限に出してくれました。 それを見ることができて本当に良かったですね。彼らのダンスや表情、歌声は素晴らしいです。さすがナンバーアンダーライン愛です。彼らの将来の目標には海外進出も含まれています。これは彼らが日本だけでなく世界中で活躍することを望む多くのファンにとって待ち望まれる出来事です。彼らの成功は 日本のポップカルチャーが世界に広がる一翼を担うことになるでしょう。一方で、彼らの活動が急速に拡大する中、健康や心身のバランスを保つことも重要です。ファンは彼らの成功を願いつつも、彼らが自分のペースで活動し、休息を取ることを願っています。彼らの多忙なスケジュールや新たな挑戦に対する期待は高まる一方ですが、 彼らのファンは彼らが自由に思うままに活動し、それぞれの夢を追い求めることを望んでいます。彼らのファンは彼らの活動が多様で充実していることに喜びを感じていますが、同時に彼らの健康と幸福も心配しています。彼らの成功は彼ら自身だけでなく、彼らを支えるファンやコミュニティにとっても喜びであり、 彼らの今後の活動に対する期待は、ますます高まるばかりです。さて、彼らの今後の活躍が楽しみですね。彼らがいち早く海外進出の目標を達成してくれることを願っています。どんな形でも、私たちは彼らを応援し続けます。彼らの勢いは止まりませんから、ますます多くの場所で見られることを楽しみにしています。彼らの活躍が、 私たちの日常に活力を与えてくれますね。以上の内容をお伝えいたしましたが、皆さんはどう思われますかナンバーアンダーライン愛のこれからに期待していますかどんな CM やドラマを見たいですかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。